名前はウッシー。日々写真や映像を撮って SNS に投稿し活動している。今では YouTube のチャンネル登録者数も増え、憧れのソニーとのタイアップなんかもこなしているくらいだ。いやー、今日もいい写真が撮れそうだな。ん？なんだあれは、カメラ女子かな。お、しかもソニーのカメラを使ってるっぽいぞ。どれどれ、どんなレンズを使っているのかな。なんだあのレンズは、見たことのないレンズだぞ。なになに、16mm から35mm？ しかも G レンズだと？何なんだこのコンパクトなレンズは。そして何者なんだこの子は。しかもあの左手で動かしている部分はまさかパワーズーム。手動で動かさなくても自動で一定の間隔でズームができるというのか。何者なんだこの子は。今月もこれで告白は10連敗だ。そんなことを思いながら今日も空を見上げるんだ。そこで気づいたことがある。やっぱり僕にはカメラしかない。はい、皆さんどうもこんにちは、ウシです。はい、なんかね、今神の声みたいなね、変なナレーションが入ったんですけど、まあね、そんなおふざけは置いておいて、今回ですね、こちらソニーさんから新しく出ました。何だと思いますか。そう、ソニー、16mm から 35mmF4G レンズ出ましたね、ついに。はい、というわけで今回はね、このレンズを使ってちょっとね、撮影をしていこうかなと思うんですけども、まあいつもね、僕だったら、まあ、旅をするんですけども、今回ね、ちょっとなんかモデルさんをね、ちょっと都内の方で撮影したいな、そんな風に思いまして、今日はとあるゲストの方をお呼びしております。その方、登場してもいただきましょう。はい、じゃーん。おにょです。お願いします。お願いします。なんか実はですね、あ、じゃあ軽く自己紹介だけいいですか。なんかもらえる。はい、はい、モデルしてます。はい、あとはデザインもしてます、はい、作ってます。というわけで、はい、インスタグラムこちらに貼っておくんで、ぜひチェックしてほしいんですけども、実はオニョと会うのは今回2回目ですね。そうですね。1回目の作品は、多分この作品は公開されてる時にはまだ公開されてないんですけども、めちゃくちゃいい作品がなんと今後公開されるので、はい、それもちょっとチェックしていただければということで、今回ね、2回目の撮影を、あの、一昨日にね、急にお願いしましたね。急でした ね、 ね、すいませんね、本当に。明後日撮影いけるオニョみたいな、あ、奇跡的に空いてますみたいな、はい、そんなこんなで、はい。で、メイキングはね、いつものレイヤ君が回してくれてます。お願いします。天の声です。はい、というわけで、これからはちょっと花見じゃないですけど、ちょっと桜の方で写真とか動画とか撮っていければなと思うので、よろしくお願いいたします。じゃ、それでは撮影いきますか。はい、よし、撮影いくぞ。撮影いきます。走っていってる。いいですね、無邪気で。若いって素晴らしい。はい、というわけで撮影していきましょう。行きましょう。どこがいいんだろう。まだ最…な…これ…な…いくよ、せーの、はい、はい、バッチリじゃん。オッケー。はい、というわけで今回ね、このレンズなんとパワーズームがついてるので、あれができるんですよね、出てこない、急に。ドリーズーム。そう、ドリーズーム。ドリーズームができるので、これをズームしつつ俺の腕は引いていくっていうのをやると、背景だけが動いてこう
グワーっていう演出ができるので、それはねこのパワーズームならではだと思うので、ちょっとねやってみようかなと思います。俺が入っていったらカメラ目線もらおうかな。じゃあせーの、はい、せーの、はい、はい、こうやってこうやってやるんです。フリーズームは皆さん分かりましたか、はい、というわけで引き続きちょっと撮影していきます。で今度写真でも撮ろうかな。そのまま回してもらっていい？そしたら写真でも撮ろうかな。で桜でね、俺が好きな構図はなんとですね、はい、いきますよ。なんとですね、この桜が顔の周りにいっぱいあって、そこにねおにゃんがポツンっていうのが好きなんですよね。なのでその構図をまず探します。あ、待って、そこいいかも。おにゃん、その構図を探すのは基本大変です。後ろに人が来たので、どこかな、ここなんだよな。あ、ここで撮ります。はいね、あざーす。はい、いい写真がこちらです。はい、どうも。めっちゃいい感じだよ、おにょっち。光がいい感じだね。うん、入りましたね。OK、ね、あーちー、とりあえず花見でもする？ドーナツ？あのドーナツとジュース買ってきたので、のんびりしようぜ。一旦のんびりします。イエーイ。あ、そののんびりしてる様子をこれで撮ります。すごいいっぱいハト、すごい、見てこれ3人入ってるじゃん。なんか YouTuber みたいだね。なんか始めるみんなで。はい、やっぱりねこうやって 16mm のね広角のレンズだとみんなこうやって思い出も撮れるんでね、ちょっと休憩しますか。花見でもしながら。綺麗ですね桜が。満開だね。満開だね。マジなんかこれさ、周りからおい電車。はい、というわけで桜のね撮影がちょっと終わったので、今度はまた別のところに撮影行きたいなと思います。ちょっと時間がないのでタクシーで向かいます。レッツゴー。向かいます。次の撮影中、なんかあのリモザのところに撮影に来たんですけども、あのめちゃくちゃ人がいっぱいいてあまり撮れないので、ちょっと一旦ここから消えたいと思います。あんまり撮れませんでした。あんまり撮れませんでした。撮れませんでしたね。ちょっと人が多すぎましたね。やっぱ他の人の邪魔にもなっちゃうから。はい、そんな感じです。そんな映ってない。はい、というわけで、今回の撮影はこれで以上となります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうでした撮影は？楽しかったです。どうでした撮影は？まあまあでした。まあまあでした、はい、というわけで、あの普通に遊んでましたね今日は。そうですね、楽しい撮影でした。ちょっと下がろうか。普通に楽しい撮影でしたね、今日は。楽しかったですね。ただ、あれだね、腹減ったね。腹減った。腹減ったんで、飯でも食って帰りますか。帰ろう。はい、というわけで、ぜひ YouTube のチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方、よろしくお願いいたします。僕のインスタグラム、そしてオニョのインスタグラム、そして僕のインスタグラム、もうチェックよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ピザッピザッ。お前舐めてんじゃねえぞ仕事。よし。